ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この予報動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第8話最終回になりました。ここに駅名表ありますけれども、現在地は奈良県奈良市の JR 奈良駅です。青春18切符の回数も残り1回、これを使い切ったら終わりです。今まで初詣をテーマに、和歌山の那智勝浦、三重県伊勢市の伊勢神宮、そして奈良市内の3つの寺社仏閣回りました。もう初詣の方は一段落ついたので、今回最終回にふさわしく、滋賀県の彦根に向かおうかなと思っております。今までの旅の中では、彦根駅は常に通過駅だった。なので今回はちゃんと彦根に立ち寄って彦根城を見て、そしてこの彦根城から琵琶湖も望めるようだった琵琶湖も見て、その後角打ちができるお店があるらしいので、角打ちというのは酒屋さんでお酒が店内で飲めるっていう、そういうことらしいんですけど、要するに彦根城に足を運んでその後角打ち体験をやるという、この2部構成で旅をしたいなと思っております。今までよりも気楽な感じで見られる内容になると思いますので、ぜひ。あと20分後に宮古寺快速という京都駅の快速列車があるので、それに乗ってまず京都に向かい、それから京都駅で琵琶湖線に乗り換えます。それでは紀伊半島編最終回始めたいと思います。電車が参ります。ご注意ください。13時53分発、宮古寺快速京都駅、無事乗り込みました。彦根への第一歩、なんとかなりました。午後2時43分、京都駅着きました。名残惜しいですが、奈良から京都までお世話になった宮古寺快速とはここでお別れです。お世話になりました。ありがとうございました。次は2番線3番線の琵琶湖線に乗ります。当初の予定とだいぶ変わりましたので、この感じで行くと安だと彦根まで行かないので、15時発の新快速近江塩津行きの列車に乗りたいと思います。こちらですね、山科大津草津米原方面、彦根は米原の一つ手前なので、こちらの乗り場に向かいます。まさにこれですね。懐かしいです。2年ぶり新快速対面式の座席、あー、これはありがたい。拝んでしまった。つい彦根のお隣の能登川駅まで来ました。あと数分で彦根駅到着します。なんとか彦根城を見に行くことができそうです。もうすぐ彦根駅でーす。京都から彦根までお世話になった新快速が米原方面に向かって出発していきます。米原で切り離しがあるので、前方の何両かがそのまま近江塩津まで運行するみたいです。ともあれ、大変お世話になりました。彦根駅着きました。今までは通過駅にしてたんですけど、今回は主役になります。今から彦根城を向かいたいと思います。彦根城はそんなに遠くないです。西口、四季のところにあるというので、すぐたどり着けると思います。早速向かいたいと思います。夕方になってきたんで、ちょっと肌寒くなってきましたね。初めて降りる彦根駅。ドアが開きます。ドアから離れて彦根城入れるかな。改札で18切符確認していただきまして、西口の方に出てきております。それでこの案内標識見つけたんですけれども、彦根城、先ほども申し上げた通りなんですが、近畿公園の中にあります。西口から見える彦根の街なんですが、
駅舎の中から彦根藩初代藩主井伊直政の像が見えております。ででんででん、ここからもう彦根城見えちゃってます。楽しみだな、早く実物をこの目で見たい。こんなにワクワクしながら彦根に来たのは初めてです。奈良市内での観光が早く終わったんで早く来れましたし、当初の予定では彦根城行けない予定だったんです。ところが案外早く参拝初詣で終わりましたんで、風強いな、やばいな、帽子飛びそう。富山県の坊主を思い出す感じですけど、まあ、とにかく行ってみましょう。近畿公園はすぐ近くにあります。なぜならばあの駅舎から見えていたわけですから、すぐでしょう。ベッタベタの彦根市観光を始めたいと思いますよ。彦根城を見て、琵琶湖を見て、そして角打ち体験ができる評判のお店に行って、いやー楽しみだな。彦根城見えてきました。おっと、信号が変わってしまう。急げ急げ。彦根城に散策できるのが、午後4時45分まで、ということなんで、ここに地図がありますけど、こっちですね。さあ、彦根城見えるかな。多分ここで待ってますね。4時45分になってしまったら門が閉じてしまうっていうんで、あまり長いはできないと思うんですけど、とにかく回れるだけ回ってみましょう。いろは松、ここにはいろはにほへとってあると思うんですけど、それに合わせて47本の松があったみたいですね。でね、この松の向こうから見える石垣が素晴らしいですね。鳥の形もいいな。彦根ですからね、この方は絶対出てくるでしょう。安政の大国の中心人物だった井伊直弼、ここに歌を残しています。そしてその歌碑がここに残っています。いやーこれすごいな。彦根駅を歩き始めてからおよそ10分程度なんですけど、漆喰の壁がそびえ立つ、まさに城といった雰囲気の建物が出迎えてくれました。これはすごいわ。で、ここにあるのが開国記念館みたいですね。あちらが入り口みたいです。お正月などで門松が飾り付けてあります。だいぶ時間が押してるんで、門が閉まる午後4時45分まであと20分ないんで、入れるかどうか本当微妙なところなんですが、お城の近くで見るだけでもね、見ておきたいと思いますよ。琵琶湖八景、月明かり、彦根の古城ってここにもありますからね。さあ行きましょう。今ダブルカメラが絶賛稼働中です。この橋を渡って向こう側に門松が見えますからね。さあ、まだ中入れるかな。橋の上からもね、こうやって川が見えるんですよね。あちらでは堀のそばでカムたちが休憩中です。彦根八景ということで本丸がそこ、とにかく行きましょう。入場券その他もろもろこんな感じになってます。大人1枚800円です。最終入場まで残り7分、ギリギリだった。博物館等々こんな感じになってます。じゃあ彦根城散策始めます。やっぱりお庭とセットで800円だったんですけど、残念ながらお庭の方はもう入れないので城だけ見て帰ります。さて彦根城、彦根駅からはあんな風に見えてましたけど、実物はどう違うのか。券売所の方で本丸というか天守までどのくらいかかるのか教えてもらいました。だいたい15分かかるそうです。実際はこんな急な階段を上がるんだ。そうか、遠目から見るのと実際に上がってみるのは違うな。
はい、この階段きつい。こんな感じですけど、多分これ雨水を効率よく流すために切った溝ですよね。誰もいないんでマスク外します。思いっきりメガネ曇ってるよ。そして店主はこちらです。ここまで来たら何としても見てやる。多分もうこの時間帯にほとんど観光で途上する人そんなにいないはずだから入りやすいはず。なるほど、お城の中に売店があるんだ。向こうに川屋っていうことでお手洗いがあります。あー辛い、ちょっと辛かった。おお、すごい、南中見晴らしの良さ。遠くに琵琶湖が見えます。こういう感じで琵琶湖見たの初めてだな。あれが天秤櫓っていうんだそうです。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。あと15分です。16時45分に櫓と天守の入場が打ち切られるということです。だいぶ険しいんですよね、この階段が。お抹茶お菓子付きって書いてありますけども、時間的に終わりでしょう。こっち側には時報所があります。さあまだ入れるといいな。まだ門は開いてるよな。ここが太鼓門櫓および続き櫓、こういう感じですね。さあ行きましょう。急がないと天守閣見れなくなっちゃう。なんかすごいな、カラスがいっぱい飛んでる。めっちゃカラス飛んでる。急ごう、急ぎます。あ、いた、ひこにゃん。やっと見つけました、彦根城。ここが月見台という櫓の跡なんだそうです。ここから見える琵琶湖の眺め最高でしょうねって。やっぱ最高だった。ちょっと風強いけど、ここから琵琶湖に浮かぶ竹生島とか見えるらしいです。でね、すごいのがこんな雪をかぶった山が彦根城から見えるなんて思ってなかった。すごいなこれ。若干物足りない部分もありましたけど、そろそろ下城の時間です。ただいまの時刻が午後4時43分。バタバタしてましたけども、また表門の方に降りたいと思います。まだ放送は鳴ってないですけど、今鳴りましたね。カラスが多いな。うんちしてこなきゃいけない。それは勘弁だな。うんちを落とされるのは勘弁。一度しんどい思いをしたからっていうのもありますけど、まああっという間にチケットオフィスの方まで降りてきました。あとはこの階段を降りるだけです。結構この階段急なんだよな。カメラ持ちながら結構つまる。出口が見えてきました。あともう少しです。出口出ます。たった20分ほどの滞在でしたけど楽しみました。さあ彦根駅の方へ戻ります。彦根城見て回ったことですし、
彦根に来たらやってみたかったこと、2つ目、酒屋さんでの角打ち体験やってみたいと思います。もうすでに電話で話はつけて撮影の許可をもらってます。ここがさざ波酒店さんです。お客さんがいなければっていうことだったんで、ダメだった場合はここで終わりですね。聞くだけは聞いて入ってみます。角打ちについてはどんな感じになっているみたいですね。撮影 OK もらいました。今からさざ波酒店さんのメニューをご紹介します。まずこちらがドリンクメニュー。一番興味深く感じたのは3種飲み比べ750円ですね。さざ波酒店さんで滋賀の郷土料理船寿司いただけるそうなのでご紹介したいと思います。またさざ波酒店さんにはクラフトビールのメニューもあります。じゃあ早速さざ波酒店さんで角打ち体験始めますか。これが3種飲み比べ750円。左から和弘、そして純米酒薄濁りの七本槍、一番右側が大二郎です。早速飲み比べやってみようと思います。後ほど船寿司が来ます。では最初こちら純米吟醸の和弘いただいてみます。あ、思ったほど喉が焼けるっていうことないですね。むしろよく飲むタイプの日本酒と高山の酒の中間みたいな、こんな感じです。あくまでも僕の個人的な意見です。続きましてこちらの薄濁り七本槍いただいてみます。なんだろうね、新酒だって言うんですけど、ふわっとした感じありますね。もう次の持ってるけど、これが大二郎です。飲んでまーす。あー、なんだろう。一言で言うと、めちゃめちゃ飲みやすい。スーって入ってくる感じ。これはいいなぁ。船寿司が来ました。これが船寿司です。船寿司、いただきましょう。いただきます。これは癖になりそうだ。魚肉なんだけどチーズを食べてる感じ。三種飲み比べし終わったところでこちらを頼んでみました。水戸酒造さんという近江八幡のブルワリーさんのクラフトビールでクリスマスエールアルコール度数 9%、 ちょっとスパイシーな味がするんだそうです。温度が上がると味わいも変わるらしいです。そろそろ飲み頃でしょうか。いただいてみます。実際に飲んでみると口の中にスパイシーな香りがふわーっと広がるような感じがしました。だいぶ出来上がってきました。もう一杯いただいて、この旅を終わりにしたいと思います。純米酒、薄桜。綺麗な名前だなと思って、直感で選びました。では、最後の一杯、こちら。いただきます。お酒の名前にふさわしい柔らかい口当たりですね。滋賀の酒って飲みやすいんだなっていうことを実感しました。というわけでさざ波酒店さんありがとうございました。感謝の気持ちを込めてごちそうさまでした。角打ち体験存分に堪能しましたので、お店の外へ出たいと思います。いやー、美味しかった。いい思い出ができました。この感動を胸に僕はまた新しい旅を続けたいと思います。
紀伊半島編と名付けた今回の旅行シリーズ、初詣をテーマに様々な神社、お寺、訪ねまして、僕にとってもこの2023年、とてもいいスタートを切れた気がしています。今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。全部で8本エピソードがあるんですけれども、その中でお気に入りの映像作品が見つかってくれたなら、とても嬉しく思います。次回の旅行シリーズなんですが、思い切って飛行機を使って、島旅をしようと思い、初めて沖縄県石垣島に飛びます。どんな旅になるのか僕も想像がつきません。今いろいろと計画を練っているところです。そういった何も決まっていないことから、どんな旅になるか楽しみにしていただければ幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。